京都人も知らない隠れ家ウェディングが叶う赤金リゾート京都東山をご紹介。大正14年に建てられた歴史的建造物での結婚式。まずはチャペルをご紹介。森の独立型チャペルからは優しい緑と成熟なひとときを感じていただけます。王道の挙式から京都らしい和婚式や神前式も行えます。森を抜けるとそこには一つ目のパーティー会場が。歴史とモダンが見事に調和した建築当時の趣を今も大切に受け継ぐ本館メインバンケット赤金は180度パノラマビューで緑を望める他にない空間となっています。天井を吹き抜けにしてイノベーションをしているため木漏れ日が降り注ぐ明るい空間に。美しい庭園を抜けるとそこにはもう一つのパーティー会場翡翠が。どこのお席からも距離が近く感じる唯一無二の扇形の空間はぜひ一度体験していただきたいです。メインテーブルのバックは全面ガラス張り。灯籠のシャンデリアが京都らしさを演出。控え室も歴史を感じる空間に。京風情感じる伝統美や歴史的価値はそのままに、和モダンな魅力を吹き込んでリノベートされた待合スペース。こちらは前撮りなどにも人気です。京都らしさを感じる隠れ家ウェディング、赤金リゾート京都東山で理想の結婚式を叶えませんか？